小菅里部地から1888年12月18日は、日本の陸軍軍人。公兵隊の創生者で、陸軍参謀本部所理陸地測量部長を務めた。1832年11月25日、江戸牛込区山伏町に、爆心、関定高の次男として生まれた。陽明達之助。実定の関忠明は、 陸地測量部の初代地形課長である。幼少時から長時て小平坂学問所で学び、学問の他に武技も熱心に学んだ。22歳の時、おばの突起先である旗本、コスがゴロベイの養子となる。その後、幕府の軍艦総連書や改正書などに入所して、公開術、工学、数学等の研究に没頭した。その後、公部署に入り、 士官としての軍事教育を受け幕府陸軍の不評指図役、道頭取りとなり、慶応4年3月13日には不評頭並みに昇進し、同3月中には公平隊に転属となり、公平頭並みに転出した。母親戦争では幕臣として官軍に行し、函館戦争に至るまで各地を転戦し、五両閣の戦いの後、囚われのみとなった。 1> 約1年の遊兵の後、1870年2月御社により、静岡藩引き渡しとなった後、1872年2月、陸軍省八島出資に任官し、陸軍築造局、陸軍兵学寮教授を経て、1877年4月26日、陸軍少佐に任ぜられ、陸軍主管学校教官に応接けられた。同年5月17日には、 陸軍共同団教官兼任となり、1879年11月、参謀本部測量課長に任命された。その後、全国測量の刑を立て、今日の5万分1地形図の全国整備の基礎を築くとともに、内務省大三角測量事業を合わせ、全国測量事業を統一した。1882年3月8日、陸軍公平中佐に任ぜられ、 1884年9月10日、参謀本部測量局長に補せられる。1886年4月23日陸軍工兵大佐となり、参謀本部長令下の独立官がたる陸地測量部の創設に尽力し、1888年5月14日、陸地測量部初大部長となったが、同年12月18日、久留米帰船測量視察からの帰途。 名古屋陸軍病院にて病没。去年56。墓所は青山墓地。1899年、銅像が芝公園に混流されたが、戦時中の金属教室で撤去され、再建はされていない。小菅里氏淵の妻は、久子で、久子との間に二男の女,女があった。長男は創生し、次男の女淵が、小菅家を継いだ。女淵は一行、東大と進み、 1905年、東京帝国大学法科を卒業し、1907年会計検査官となり、会計検査院第二部長在職中に死去した。上淵は晩婚であったため、子供がなかった。以後小菅家は、女系で繋がることとなる。長女のしげるは、明治初年の馬車鉄道庁種田に貸し、次女のぬいは、銀行頭取笹尾に貸し、三女のふさは、 最後を継ぐ道の議定の徳野を通用に課し、四女の浜は高橋に嫁いだが死別し、池上四郎と再婚した。五女の薫は裁判官の板垣に課した。浜が再婚した池上四郎は、藍津藩士、池上武助の次男で、大阪府警察部長、大阪市長などを歴任し、朝鮮総督府政務総監在職中死去した。池上四郎。 浜夫妻の間には二男五女の七人の子供があった。六女ののり子は、川島家に貸し、二男二女を設けた。のり子の夫は、川島隆彦であり、内閣書記官、内閣統計局長、参議院事務局専門員などを経て、国立国会図書館専門調査員在職中に死去した。川島隆彦、のり子の長女、宮子が幼女として入り、小須が家を継いでいる。 ありがとうございます。